はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日は海外の売れ行き完売タイムチェックしていきたいと思います。今週は23年 SA シーズンウィーク11ですね、クージーとのコラボ、それからレギュラーアイテム合わせて18アイテムが発売になると、海外ではもうすでに発売となっておりますので、海外で人気だったアイテム、完売タイムが早かったアイテムなどをチェックしていきたいと思います。それから動画の後半では着画もこの動画の中で一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。はい、こちらはシュプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということでウィーク11ですね、今週はクージーとのコラボということで、海外ではもう発売になっておりますので完売状況を見ていきたいと思います。まずはシュプリームのロンドン、完売タイムから一番早かったのがトロカジャケットのブルーですね、60秒。あ、そんな早くないですね。それからバギージーンズの、ブルー、これも70秒とかっていう感じですね。トラッカージャケットが上の方上位に来ていると、ブルーとブラックともに人気になっていると。まあでも100秒とか120秒とか。それからバスケットボールショーツ、それからドゥーラグタン、ベージュカラーが人気になってますね。このバスケットボールショーツ、それからバスケットボールジャージもベージュですね。マルチよりもベージュの方が先に売り切れになっているというような感じでした。それからバギージーンズのブラックは、200秒とかいうぐらいの感じですね。なのでまあ比較的ゆっくり、完売になっていったというような感じですかね、シュプリームヨーロッパ。でもまあだいたいこうランキング見るとクージーのアイテムが多く入ってるというのが分かりますね。完売状況を見ていきたいと思います。まずはトラッカージャケットは売り切れですね。スーツ残っている、チェリーシャツ残っている、スパイラルフーディー残っている、キルティングのフーディー残っている、バーシティセーター残っていると。クージーのバスケットボールジャーズ、これは売り切れ。それからトップスのこのラグラントップはホワイトのみが売り切れですね。それからバギージーンズは両方とも売り切れ。キルティングのスウェットパンツ残っている。クージーの、バスケットボールショーツ全部売り切れ。チノショーツ残っている。キャップ類はキャンプキャップ残ってる、メッシュキャップ残ってると。アウトラインの、クラッシャーハットはブルーとウッドランドが売り切れになってますね。クージーのドゥーラグ全部売り切れ。それからメイレイのレイメイの、キーチェーン、これは売り切れになってると。それからボトル残ってると。ボトル日本で結構人気になっておりますけど、ボトル残ってるんですね。数多そうですね。ということで、クージーのアイテムほとんど売り切れになっておりますね。今週はコラボアイテムが非常に人気になっていると、いうことで、まあ、ほぼほぼ完売状態、 T シャツのブラックのみが残っているという EU でした。それから US の方もチェックしていきたいと思います。まず完売タイム、EU と同じくクージーのトラッカージャケットのブルーが一番早いですね。47秒ということなんで、 EU より少し早めに売り切れになっていると。ピンストライプのバーシティセーター、これもブラックが売り切れになっているというような感じですかね。トラッカージャケットがやっぱり先に売り切れになっているって感じですかね。ブルー、ブラックともに上位に入っていると。それからバギージーンはブルーが95秒とかっていう感じで、あとのアイテムは結構比較的ゆっくりですね。2分3分という感じでゆっくり売り切れになってきているというような感じでした。こちらも同じく、バスケットボールとかは少しまあ余裕があるんですけど、ベージュカラー、マルチカラー、この辺が人気になってますね。ベージュが結構入ってる、ランキングに入ってるような印象がありますね。それからレイメイのキーチェーン、これも一応完売タイム出ております。260秒とかってなっております。はい、アウトラインクラッシャー、ウッドランドかも、他あのブルーは入ってないかな、ブルーは入ってないですね。ウッドランドガムが最後に5分近く、もっとか、460秒、8分9分ぐらい。ということで完売状況見ていきたいと思います。まずはクージーのトラッカージャケット、やっぱり売り切れですね。スーツ残ってる、チェリーシャツ残ってる、スパイラルフーディー残ってる、クリティットのフーディーも残ってる、それからセーターも残ってる、セーター、バーシティセーター残ってると。クージーのバスケットボールジャージはブラック残ってますね。それから T シャツ、まあ T シャツは両方とも残ってるんですね。ラグラントップ、それからクージーのバギージーンズ、これは人気ですね。キルティットスウェットパンツ残ってると。クージーのバスケットボールショーツ、これ売り切れ。
チノショーツ残っている、キャンプキャップ残っている、メッシュキャップ残っていると、アウトラインのキャンプ、アウトラインのクラッシュハット、ブルーとウッドランドが売り切れになってますね。これは EU と同じですね。なぜか並びがちょっと違うっていう。なんでだ、ブラックとウッドランドが逆になってますね。だいたいいつも一緒なんですけど。ドゥーラグ売り切れですね。それから、レイメイも売り切れ。ボトルは残ってると。いうことで、ボトルは少し結構数が多そうな印象ですね。それから、クージーのアイテムはもう、US もほとんど完売なんですけれども、バスケットボールのブラックと、あとラグラントップが残ってるというような状況になっております。ということで、やっぱりトラッカージャケットとバスケットボールじゃなくて、トラッカージャケットとバギージーンズか。これがやっぱり2大人気になってるのかなって感じがしますね。あとドゥーラグも人気ですね。レギュラーアイテムだとクラッシュハットが人気になってるというような状況でした。後半は着画見ていきたいと思います。クージーの着画。今週クージーのコラボですけれども、ニットブランドですね。ニットランブランドのクージーとのコラボ、ニットのトラッカージャケット、かっこいいですね。これはやっぱりブルーの方が人気になってるっぽいですね。やっぱクージーといえばこのカラフルな、非常に色鮮やかな色彩が特徴的なブランドでありますので、まあブルーのこのマルチカラーの方が人気になっていると、それから立体構造のこのニットの網ですね、もう非常にいいですね。このデコボコ感というか立体 3D 感が非常にかっこいいですね。なんとも高級感がありますし、ということでブルーのカラーが人気になっていると。バックの画像がないな。アーチロゴが一応入ってるんですけれども、あ、バックあった。こっからバックの画像か。アーチロゴが入ってると、ブルーで入ってますね。あ、この感じですね。かっこいいですね。シュプリームとのコラボ感もしっかりと出ていると。うん、この感じですね。鮮やかなカラー、ブルー、非常に春らしいというか夏、春夏らしいカラーで可愛いですね。爽やかだし。それからもう一色ブラックも発売になります。ブラックはもう本当に単色のブラックになっていると。単色でブラックのトラッカージャケット。それからバギージーンズも人気でしたが、バギージーンズの写真があんまりないですね。画像がバギージーンズあんまりないと。このブラックの画像のみ。まあバギーですので非常にゆったりとしたシルエットで履き心地も良さそうな雰囲気のパンツですね。それからバスケットボールジャージはマルチカラー。マルチカラーよりも、これブラックですね。ブラック、それよりもこのベージュカラーっていうのが非常に海外では人気になっているような印象でしたね。ベージュ。なんかこう雰囲気的にも柔らかい雰囲気がありますね。ベージュのニットのバスケットボールジャージとバスケットボールショーツ。それからラグラントップ。ラグラントップホワイト。これは刺繍で入ってるんだけど、刺繍感が分かる。まあこの感じで見ると分かりますね。アーチロゴのところとか刺繍で入っております。で、ここの、ラグラントところの縫い目のこのオーバーロックミシンは、これはなんかマルチカラーで、7色のカラーで入ってますね。可愛いですね、これね。それからブラックカラー。そして、あ、これがバギージーンズですね。ブルー。あ、この鮮やかな刺繍がバックのポケットのところの。かわいいですね。それから、あの、コインポケットのところが切り替えになって、これニットの感じになってんのかな？あの、トラッカージャケットのニットの雰囲気になってるんでしょうかね。ちょっとアイテム画像チラッと見てみようか。クージのアイテム出てくる？クージのパンツ。あ、ここの拡大画像はないんだ。まあここはトラッカージャケットの雰囲気になってますよね。コインポケットのところ。ということで、こうバギージーンズ人気になっていると。ブルーの方が早く売り切れになってましたね。カラフルなブルー。そしてブラック2色で発売予定と。それからドゥーラグ。ドゥーラグも人気でしたね。ドゥーラグって基本的にはあのナイロンとかポリエステルとかあのつるっとした素材のものが多いんですけど、こういうニットでドゥーラグって結構珍しいんですけども、まあそれがこのやっぱ非常にシュプリームとクージーならではのこの
アイテムなんじゃないかなと思います。まあ、シュプリームもドゥーラグ自体出すの結構珍しいですけどね。ということで、ドゥーラグ、かっこいいですね。うん。ベージュ。ということで、クジーとのコラボアイテム、ドゥーラグも人気になっておりました。それからバーギージーンズ、そしてトラッカージャケット。この辺がやっぱり、日本でも注目のアイテムになってくるのかなという感じがします。それからレギュラーアイテムは、まずスーツ。スーツ、かっこいいですね。スーツ。ピンストライプのスーツ。非常にオーソドックスなアイテムですけれども。ピンストライプのスーツ。それから、スパイラルフーディーというのも発売になると。これはカラフルな雰囲気のフーディー。それから、キルティングのフーディー。そして、バーシティセーター。これなんかも結構、US では完売タイムなんか入ってたりもしましたので。まあ、着を見る限り、かわいい。アイテムですね。かっこいいアイテムですね。それから、チノショーツ。そして、これが人気でしたね。アウトラインクラッシャー。まあ、これ、こういうアイテム、シーズンに1回ぐらい出すんですけど、クラッシャーって大きくロゴ入ってるみたいなアイテムはよく出すんですけど、毎回結構人気になると。まあ、ロゴが非常に大きく入ってるっていうのがポイント高いですね。で、特に4色でんですけど、このウォッシュドブルーと、あと、ウッドランド。ハット。ウッドランド。デニムと、あとウッドランドですね。ブラックは、まあ、いつもだったら人気なんですけど、ロゴが、糸がブラックなんで、同色なんで、どうしてもロゴが目立ちにくいということで、ブラックよりもブルーとかウッドランド。ウッドランドは黒で。パープルも隣なんですね。同じカラーでロゴが刺繍してあると。で、ブラックは黒、ウッドランドは黒で入ってますので、ウッドランドとデニムが人気になっていると。まあ、特にデニムなんでしょうかね、やっぱりね。それから、レイメイの、マイクロスコープキーチェーンというのも発売になると。これ人気でしたね。そして日本で人気のボトルシグのボトル。これは基本的には数結構多そうな感じがしますね。USEU ともに売り切れになっていないというような現状でした。ということで、今日は海外の売れ行き、着画などチェックしてまいりました。今週はクージーとのコラボをいよいよ明日発売ということで、今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。